去る2月24日、韓国プロサッカー連盟は、2020シーズン、K リーグ開幕を暫定延期すると発表した。緊急理事会後、連盟は、深刻な段階に入っている新型コロナウイルス感染拡大の状況に対応し、国民と選手の健康と安全をも優先に保護するための措置と説明していた。 そして1ヶ月が過ぎ、春本番を迎える現在も K リーグは開幕日程を決定できていない。K リーグ関係者は26日、4月初めに理事会を開催し、リーグ開幕日と運営法案を協議する予定と話す一方、未だ理事会の具体的な日時は決定していないと明かした。連盟関係者は、 構成員らも全員が苦しいのは同じであり、表にでも理事会を招集することはできる。しかし、何も明白ではない状況で集まって、例日以降と推測で話し合っても、それは無意味とし、万が一のことも考慮しなければならない立場にある。試合を行っても、 もしスタジアムで選手やサポーターから感染者が確認されてしまったら、リーグを完全に中断しなければならないと決められない苦しい胸の内を語った。